佐賀県立博物館は佐賀県佐賀市場内にある県立の総合博物館である。佐賀県立美術館とは通路で接続する。1951年に開館し1960年に博物館法上の博物館として登録された佐賀県文化館が実質的な前進。その後、明治100年記念事業として佐賀県が1967年に計画を 作成、1970年10月14日に開館した。この場所は江戸期における佐賀城の三の丸跡であり、建設前は佐賀大学教育学部の跡地となっていた。当初は美術館としての役割も兼ねていたが、1983年に佐賀県立美術館が開館したことで、その機能は移された。 佐賀県立美術館と一体運営されており、館長をはじめ運営機構は同一である。領館の際や県立の他の博物館との住み分けなどについては議論もある。なお、住所も同一である。佐賀県の歴史と文化テーマとするが、収蔵品の分野は自然史、広古、歴史、美術、工芸、民族の多岐にわたる、 佐賀県の総合的な博物館である。2014年3月末時点で収蔵品の点数は約9000点である。収蔵品の画像や概要は佐賀デジタルミュージアムのウェブページにて検索、閲覧できる。出入り口の上にせり出す2階部分。床を支える横材や柱は十字型のコンクリート。佐賀県佐賀市場内1の15の239時30分18時。 月曜日、年末観覧料は無料。企画展の期間中に限り、有料。博物館東側駐車場として39台収容の駐車場があり、美術館側の駐車場も利用可。駐車場も利用は無料。なお、利用時間は9時20時。本館の建物は3階建ての鉄筋コンクリート造りで、1970年7月1日に、竣工した。 外観形状、天井、階段の配置など十字型をベースにした設計。十字型のプレキャストコンクリートを基本単位として、これを多数連結していく、プレグリッドシステムと呼ばれる構造。高橋一と内田昭也による設計、住友建設、松尾建設による施行で、1971年には日本建築学会賞を受賞した。ありがとうございます。